皆様こんにちは、ファンパスアートのいろはです。今日はパステルアートで和菓子を描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られています18色入りのパステルです。こちらの中から数色使って描いていきたいと思います。まずは型を作ります。こちらに花型とウグイス型、こちら和菓子の型になりますが下書きをしております。こちらはカッターナイフで切り抜いていきたいと思います。続いてお盆の型ですね。こちらは大きなカーブを描いていますので、こちらの線に沿ってハサミで切り分けるような形になります。また、お盆の上に敷く懐紙ですが、これはそのまま画用紙の角を使って描いていきたいと思います。さらに、懐紙の上に赤色の線を描きたいので、このような細長い長方形の型も作っていきたいと思います。それでは早速型を作っていきます。はい、型を切り抜くことができました。こちらは使いやすいようにそれぞれハサミでカットしていきます。はい、それではお盆を描いていきたいと思います。こちら切り分けた方の上側の型を使っていきます。動かないようにテープで固定します。さらにこちらに重ねて返しの型となる直角を置いていきます。こちらも動かないようにテープで固定しておきます。それではお盆に色を塗っていきます。白いパレット用の紙の上に茶こしでパステルを削って粉にします。お盆は明るいオレンジ色にしたいと思います。こちらの2色を削って塗っていきます。コットンを4つ折りにして先ほど削った薄い方のオレンジ色を先に塗っていきます。続いて濃いオレンジを塗っていきます。こちらは型の縁に沿って軽く塗り足すようにしてください。こちら上側のスペースにはあまり濃いオレンジを乗せなくても大丈夫です。軽く色づくぐらいにしておきます。余分な粉はチークブラシなどで払ってきれいにしておきましょう。ここまでできましたら、お盆の色を隠したいので先ほどの返しの型を合わせてこのように隠してもいいですし、別の直線の紙を使って色がついた部分を隠しても構いませんので、汚れないように隠しておきます。続いて返しの赤枠を描いていきたいと思います。こちらの先ほどの長方形の型を合わせて内側に赤色で色を塗っていきます。型は動かないようにテープで固定します。はい、2本ラインが引きましたらこちらの残りの部分も描いていきたいと思います。はい、これで返しの赤いラインが引きましたので、こちら白い部分に赤いパステルの汚れなどがありましたら消しゴムで消してきれいにしておきます。その際には直線部分の型を当てて、塗ったところが汚れないように隠しておきます。続いて和菓子を描いていきます。切り抜いた内側の型を乗せて大体の配置を決めてから外側の型を乗せて色を塗っていきたいと思います。ウグイスは黄色と黄緑色を使って塗っていきます。まずはお腹の部分に黄色を乗せていきます。続いてそのまま背中側にも黄緑を乗せていきます。同じようにウグイスの下側にも型を乗せて色を塗っていきたいと思います。こちらは濃いピンク色を使っていきたいと思います。
花びらを描くような感じで型の外側から内側に向かって塗っていきます。はい、こちらも同じようにして内側に色をのせるのですが、これは紫色にしたいので水色と先ほどのピンクを合わせて少し白を足して混色したものを使っていきたいと思います。で、色が塗れましたらペン型の消しゴムや、通常の消しゴムの角などを使ってラインを入れていきます。花びらの形を描くような感じで中央に向かって線を引いていきます。これは、白色のパステルや色鉛筆などを使って線を入れていただいてもいいと思います。中央の部分も少し白くしておきます。このように真ん中を白い状態にしましたら綿棒の先に黄色のパステルをつけて中央に色をのせていきます。こちら手前の中央の部分にも黄色を入れていきますが、こちらとこちら2色を使って直接書き入れていきたいと思います。で、続いてウグイスの部分に目を入れていきます。こちらは色鉛筆でもペンでも構いません。で、これで型を外していきます。背景の空いているところに少し色を入れたいと思います。ピンク色のパステルを綿棒の先につけて花のような模様を描いていきます。こちら返しの空いている部分にも花を描き入れたいと思います。茶色のパステルの角を使って枝を描き入れます。それでは周囲に貼ってあるテープを剥がしていきます。はい、これでパステルアートの和菓子の完成です。少し型作りなど難しいところもあるかと思いますが、描いていくと楽しいので皆様もぜひチャレンジしてみてください。